ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ミスター・ロバーツ。監督はジョン・フォードとマーヴィン・ルロイ。1955年の作品です。第二次世界大戦中の南太平洋。アメリカ海軍所属の輸送艦、通称、バケツ号の先制的な艦長と、人望ある副長ロバーツ。女好きの将校パルバーや、とぼけた軍医、型破りな水兵たちが織りなす、戦争映画なのに、戦闘とは縁のないコメディーです。主演はヘンリー・フォンダ、ジャック・レモン、ジェームス・ギャグニーの共演です。転属して最前線へ行きたいロバーツと、優秀な彼を手放したくない艦長との軋轢を軸に、ドタバタが繰り広げられますが、笑わせるだけでなく、終盤はうるっとさせる展開になります。レモンは本作でアカデミー助演男優賞を受賞しました。最後までご鑑賞いただき、ありがとうございました。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。